スが抑えました。先ほど話しとこの返しが危ないところですが、そういうとこ狙ってますよね。大黒です。愛媛にミスが出てしまいました。ワンショットを決めるのがこの大黒雅史、連続ゴールです。突き放す京都。森さん、ちょっと愛媛はまずいシーンですね。そうですね、何でもないパスだったんですけど、ここでね、シアから出てくるんですよ。あ、ちょっとパクソンスも気づくのにちょっと遅れましたか ね、 ね、これだからキーパーに返すときに見てないんですよね、白井のね、はい、だから本当にこうそういうミス、一つのミスっていうのがこの、はい、